まあ言うたら、何だっけな、南国、じゃあ離島で採れたやつをなんか植えてました。適当に。枯れるかどうか知らんけどね。だいぶそれっぽくなってない。だいぶ頑張ってない。だいぶ楽しんでるやんな、これね。鉄鉱石だね。鉄鉱石、鉄鉱石。どうせ欲しいもん鉄鉱石だけやし。お花つまみ RTA。 おら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 、てめえ草も飛んでおります。こんな多かったっけ。こんなことしとるから時間なくなるやろ。でも足りひんになった時に、ああないってなるのが一番嫌ね。で、現在それに出くわしてるから今。まあね、なんかね、ちょっとこれか。ありすぎて困らないゲーム。ライトグリーンの染料っていうやつ、あと一個できてないね。なぜなら、なんか葉っぱが足りひん。6日あれば何とかなると思うけどね。ヒノキも一応買っとくか。農場どうなってるんやろうね。そうめか。これは強鉱石だな。ヘルメットは銀がいくつだっけ？わかんない。そこまで覚えてない。まあ一応この次の層にも行く予定やけど。蝶々かな。多分この蝶々捕まえろみたいな感じになっちゃう。あの見えない。
ちょっと暗すぎる。うるせえ。なあ、いや別にそういう風にね、吹き出しが出るのはいいけどね、吹き出しがでかすぎる。このキャラクターの上ちょろっと出る感じでね、よこんにちはみたいな感じの自動で出るときあるやん、キャラクターが言うやつ、あれでね、もうこう横目いっぱいに暗すぎるとかええねん。猫はいや、おお、ないないない、グッズ。アルフォート食べる。さっきなんか食べたんじゃないの。ジョウロ作ったやな。鋼鉄3個。鋼鉄や鉄鉱石か。よーし。ジョウロ作ったっけ。ジョロは作った。鉄のジョロ、くっそ重たい。水入れるだけはね、くっそ重たい。その家で寝るぜ。あ、もう10分やったのか。人の家で寝まーすとか言って家で生きてるわ。さあ、誰を入れるか。誰入れる。レン君入れる、副会長。レン君入れる。豚、ウサギ、ウサギ、クマ、何やろこれ、トラ？豚の住民いないからな。豚の住民いないか、じゃあ副会長。おう副会長、こんにちは。いきなり呼び捨てかよお前。これが自分の荷物すべてさ、これから開けるなんてうんざりするな。そらそうやろな。手を貸してくれないか。そら0時過ぎに荷物の解体とか嫌すぎる。極端やねんな、荷物が。みんな同じ。ねえ、ちょっと取ってくるわ、せめてもの手向け。あとで何か作ってあげるか。ちょっとあれかわいすぎひん。レンにはちょっとかわいすぎひんが。メイ、何から手をつければいいのやら。まあとりあえず農場関係のノウハウが全くないから。でもジョウロとクワだけってことは肥料は多分ないのかな。あんまりちょっとその辺あたりが謎なんですけど。
肥料売ってなさそうだもんな。そうなんだよな。これまだか？あ、もう OK か。これ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 。昆虫研究家やら、親愛なる住民の皆様、まもなく定例の昆虫調査イベントを開催する季節となります。どうぞカレンダーの2日夏に、印を書き込んで、今しばらくお待ちくださいませ。昆虫が、あなたは昆虫採集を手伝ってくれる日が今から待ち遠しくてたまりません。って感じかな。今春なんだよね。26これだけやってまだ春から抜け出せないっていうね。だから26ってことは26日ってことでしょ。だ何日刻みか知らんけど、26日目春だから30日で春が終わるみたいな感じかな。花とかどうなるんだろうね。そうなるとわかんねえわ。お疲れさん、ロアル。農作物を作る準備を整ったようだね。農作物を作り方について今は基本的なことを説明しようか。うん、よろしく。今じゃなくてもよろしい。じゃあ本題に入るよ。まず作物を育てたい場所に桑を使って土を耕すんだ。それが済んだら耕した土に種を植える。最後にステップ最後のステップはちょっと努力と忍耐が必要だけど撒いた種にジョウロで水やり毎日やるんだ。成長したらいよいよ収穫。美味しい野菜や果物を楽しめるよ。毎日？今の選択肢いる？そう、植物を元気に育てるためには毎日の水やりが必要なんだ。ちょっと待って、この水やりが必要になるみたいな感じになってくると、ここからは花や木にも水やりが必要になりますみたいな変なことにならへんやろな。やめてくれよ。種類によっては1日2日は大丈夫だけど、あまり長く放置するとかわいそうな植物は、あー、一巻の終わり。一巻の終わり。一巻の終わりやん。そうなったらもう手の打ちようはないよ。一巻の終わり。そうなったらもう手の打ちようはないよ。新しい種を植えてやり直しだ。オッケー、分かったよ。でも難しくはない。まあそうやな、難しくはないな。スコップで植物掘るに、その毎日水やりを足すみたいな感じやろ。でもって花みたいに1日で咲くわけじゃない。2、3日で。まあ、家ぐらいのスピードなんかな。俺のショップもやってるんで気軽に見ていってくるよな。俺のショップもやってるんどういうこと？前さんは育てたくなるような面白い種を揃えてるし、しかもどんどん追加していくからね。あー、なるほどね。種を買えと。この場所も最高のコンディションに仕上げたいね。とにかくお前さんは俺の最初にして最高の生徒さ。はい。ここにある無料の種パックを持って行ってて、自分で育ってみてくれ。さあ頑張って。種？あ、これか。いちご。一番最初に来るまさこのいちご。いちごって結構難しくないか。家みたいに移動させられるわけじゃないからな。クワどこ行った？あ、今装備してんのか。この辺りでいいかな。わかんない。種類豊富なら整えたいね。そうだよね。
私なら 3×3 とかで分割するかも。あー、そうか。クワの掘り方が、クワの使い方、君なんかおかしくない？モップの使い方だろこれなあ。まあいいや。で、水、水じょうろ、これか。クワ、モップ。あ、こういうことか。植えたとこ踏むっていう。こんな感じ。こんにちは。いつの間にいらっしゃいませ。今日もほっこりしてます。商品を買おうかな。うわぁ、えげつい量あるって。ここにもこれ売ってるんや。リンゴの木の種。適した季節とかあるんやな。なあ。適した今の季節が何か分からへんねこれ。この辺は牧場物語。ああ、そういうことか。適した季節やから別に育たないわけじゃないってことでしょ、言うたら。適した季節やからね。僕ものなら季節変わった瞬間枯れる。あ、そうなんだ。厳しい。じゃあ、で、いちごは、今いちごもらうってことは、いちごと一緒ってことでしょ？どっち？あれかな？春と夏かな？春と夏にいい感じのやつ。じゃがいも、玉ねぎ、カレーかな。キャベツ、あ、キャベツ全部いいんだ。ポトフ、ポトフ。ちょ、これなんか名前つけてんだけど、今どこに何を植えたかわからへんようになる。なんかこうね、ここやったらこう、いちごっていう看板みたいなの絶対わかるかな。この気持ち。わかるかな、この気持ち。これなんなんやろ。これは何かか。クラフトで看板作るとか。クラフトで看板作る？看板ってあるんかね。もうなんかちょっといちご以外もなんかちょっと。いちご以外もなんか。作ってみたいな。キャベツ全季節いけるから、ちょっとこれいこうか。春、夏、秋、冬なんかな、これ。一番右はこれ冬でしょ。で、これ多分オレンジのやつは葉っぱが落ちてるって感じやから秋で、太陽がすげえ照ってるっていう意味の夏、黄色でちょっと芽吹き始めましたみたいな感じなんが、新しい実が芽吹き始めました感じなんが、この緑色のこの春ってことなんで、いいんかな。ってことにしようか。お金があんまいないんだよ。ちょ、キャベツな。キャベツこっちの方で。キャベツこの辺にしようか。
向こう、あ、上半分、あ、ちょちょちょ、上半分。今歩きもリンゴとかなるのかな。わかんない。これなんなの？これ、これいらなくない？これ触れないからいらないよね、これ。触れるやつはこういう風にいると思うんだけど、これいらないよな。それヒノキ。これいらないよな。お前は伐採じゃ。間違えた。貴様は伐採じゃ。これは？これも触れないから伐採です。君伐採決定。水あげたら黒くなるんだ。大食べ物。これ俺が覚えとかなあかんねん。よりやか分からへんだけど、これ水あげたら黒くなるんだね。あ、こんなところに雑草が。貴様、多分自動水散気システムも来る。そんなんある。これどうなんやろ、農場じゃなくても育つんかな。ねえ、それちょっと家庭菜園に。間違えて、間違えて、あ、間違えて、家庭菜園な。あつ森はどうやったん？あつ森はおかしいやん。どう森？なんて略していいかわからんけど。そこじゃないと育たないみたいな。あの、季節じゃなくて場所の問題で。花しか植えられなかったような。あ、え？これなんか料理作るみたいなこと書いてあるんやけど。この貢献のやつに。あつ森って料理あったかな。やばすぎる。まず一旦これで放置。無知どころかやったことねえからな。クワでガシャガシャできんのか。できるぞ。え？あ、でもせっかく農場切り開いてくれたし、あそこでいいや。開拓してくれたしな。通年で作れるやつだけ近くに作るとか。ああ、なるほどね。春夏秋冬全部いけるやつってこと？持つやつ増えたな、ジョウロとクワ。あと、クワでこうした後って、ほっといたら戻るんかな。スコップは戻ってた。ああ、戻ってない。え、ちょっと待って、ああ、ここでも多分いける。
ーでもあの何やったっけ、あの人に悪いわ。もう一回クワ使うと戻る。あ、それはどうなんだろう。あ、そうか、スコップは戻ってたね。戻らない。消え。消え。これ一日たたんと戻らんパターンのやつやな、多分。何しよっかな。もう一回。何時今。家建てるか、もう一軒。また家建てようぜ。家を建てよう。